久保建英がイケメン美少年だったら、久保建英がイケメン美少年だったら大谷翔平の人気を軽く超えてた事実。わかる。あの頃フィーバーしてた中田以上の活躍をしてるから、もし顔がクソイケメンだったら日本人史上最高のスターになれた。まずはリーガ得点王と各地一賞取ってからやな、正直顔と改善に同じ土俵に立ってない。そこはサッカー補正があるからな、世界の一の人気競技だから。その補正が効かなくなったから代表も不人気なんだろ。いや違うやろ、完全なスター不足なのが悪い、実績と花のある選手がいないのが悪い、久保実績はあるが花がない、三笘花はあるが実績がない。代表公式戦23試合のおのおは日本じゃ人気出ないよ。ワールドカップで結果出せんのにスターなんてなれないよ。結果しか残さない久保建英、今日も朝から発表したアンチによる誹謗中傷が見にくいわ。ここ半年くらいで顔は大人の顔に変わってきた、若者のアラを探すのではなく成長を温かく見守りたいものだ。もしよければチャンネル登録お願いします。